はナポリタン作ります。ナポリタン用意したパスタこちらですね。ボルカノスパゲッティですね。スパゲッチって書いてますが、結構ナポリタン屋さんが好んで使うパスタで、富山県の工場で作られている日本製のスパゲッティになります。まあ街では売ってませんね。太さ 2.2mm、 4kg で1700円ぐらいかな。 Amazon で売ってます。今日はねこれも使ってもすでにパスタ茹でてあります。これです。茹で終えた方がナポリタンと美味しい。茹で上げたそのままじゃなくて、茹でてちょっと冷ましてオリーブオイルを絡ましたり、そういう感じのやつをこう炒めていく。ニンニクですね。ニンニクはね叩き潰して、で、その後で細かくする感じかな。まあ、玉ねぎは1人4分の1系ぐらい。玉ねぎをね、なるべくしんなりと甘く炒め、これまあそのままこれね、自家製パンチェッタなんですよ。これで作って3、4日目ぐらいかな。はい、これが自家製のパンチェッタですね。要は豚バラ肉、三枚肉の塊を買ってきてカットして、こう表面をハーブソルトでこうまぶしてあるんですよ。で、こういうキッチンペーパーとかね、吸水シートとかにくるんで置いておくと、こういう風になって、だんだんこう、ハム化していくわけですね。残りは待っておいて、大体まあ、2人前でこのぐらいかな。ピーマン、玉ねぎは弱火でじっくりじっくり炒めます。これ時間かかりますよね。で、これを入れちゃうんですね。で、一緒にこう混ぜて炒めて。こうね、パンチェッタの油が結構美味しいんですよね。豚肉の油って調味料。で、ここからは強火で刺さっていきますね。まずはピーマン入れて、で、強火にしました。一回コショウを振りますからね。で、ここにソースをちょっと、僕は少し多めに茹で上げて、冷まして、オイルをすっと吸わしといたパスタを炒めちゃうんです。しばらくするとだんだんとこうやって焦げ目がこうつく。こういう状態をここに混ぜる。もういいや。ここで、すりおろしておいた粉チーズですね。今日これは、グラナパダーノ、ちょっとこう甘みのある感じの粉チーズなんですね。これは美味しいですよ。一番高級なのがパルミジャーノ・レッジャーノチーズですね。これはアミノ酸の塊みたいなもんなんで大変美味しいですけど、ちょっと高いんで美味しくいただきます。はい、完成です。じゃあナポリタンいただきます。まずちょっと乾杯。白ワインね、もちっとしたこのね 2.2mm のナポリタンいってきます。めちゃくちゃうまい
これはやばいわ。自分で作ったやつじゃないけど。うますぎます。好みでね、ちょっと唐辛子途中で入れると辛みが効いてまた美味しいです。ケチャップって甘いじゃん。で、甘さを引き立てるのはやっぱ辛みなんだよね。だから、ケチャッププラス唐辛子っていう選択肢も大ありです。もちろんタバスコでも OK。パンジェッタもうまい。今日はナポリタンをお届けしました。では、チャオ。よかったらチャンネル登録お願いします。